おはようございます。はい、チナ役芸人サニーズの金城外吉です。おはようございます。はい、今日ですね3月12日、神宮の方でですねヤクルト対ソフトバンクのオープン戦ございました。はい、結果はですね、8対8で引き分け。はい、ということでね、まあやっと負けはね途絶えたなという、試合でしたね。はい、8対8っていうことでね、非常に乱打戦でしたね。まあでも、今日は正直、めちゃくちゃ収穫あったと思います。本当にもう、チナ役の皆さん、本当にね、今日は、もう本当嬉しい一日になったんじゃないですかね。うん。まず、なんと言っても、ライアン小川の5回無失点。いやー、完璧でしたね。いや、本当に、ストライク先行するし、で、チェンジアップが、すごいいい感じで効いてて、もう低め、そして外に、完全に、いいコースにバン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 決まって、それで打ち取るんですよね。いや、今日のライアンはもうめちゃくちゃ良かったと思います。はい。まあ、フォークはね、正直決まってなかったんですけど、まあ、そのチェンジアップと、で、ストレートと、そのスライダーで、本当にもうストライク先行でめちゃくちゃいいピッチングでした。お見事。さすがライアン。開幕投手、さすがです。エースです。あなたがエースです。残ってくれてありがとうございます、本当に。本当にありがとう。めちゃくちゃいいピッチングでした。はい。で、次のピッチャーがですね、原樹里選手ですね。バカスコ打たれてましたね。ね、4点リードあったんですけどもね、6回表に原樹里選手登板して、一挙6失点しました。はい。フォアボールとかじゃないですね。もうただただ打たれましたね。はい。あのね、原樹里選手ね、変化球がね、ストライク取れないから、もうストレートに山払えて死んでましたよね。もうほんとキャッチャーの西田さんも苦しかったと思います。変化球でもうストライク取れないから、それはもうストレートに張るっしょ。相手バッターも。ほんとにね、それでバカスコ打たれてね。原樹選手ね。いつだっけあれ、もう大エースなったんですよ、一回。日本代表にもなった年。2018ぐらいでしたっけ17? なんかそこら辺ね、すごいいいピッチャーになってたんですけど。ちょっともう、あれっすね。もう、際どいっす、際どい。で、次がですね、近藤紺野選手。はい。が、中継ぎ1回ずつなんですけども、はい、完璧だったと思います。はい。もう、近藤選手は、なんで楽天さん手放したのってぐらい。もう完璧でした。球も速いし、で、球速いプラス、ツーシームがやっぱいいんすよ。ツーシームで打ち取れる球速いプラスで、それがちゃんとストライクゾーンに投げれる、もうこれだけでね本当に通用すると思います。マジで今ね育成契約ですけど、まあ、100% 支配下にはなりますね近藤選手は。素晴らしいナイスピッチで、近野選手もね危なげなく、やっぱりストレートいいですね。ストレートでボンボンね勝負していける。で全然崩れない。まあ、ランナー出したらもしかしたら分かんないですけど、やっぱストレートの質がいいんでね、ガンガン押せていけるんですよね、ストレートだけで。いいですね、近藤選手ね。はい。で、最後に投げたのが長谷川選手なんですけど、そうっすね、2失点しちゃって、同点にさせちゃったわけなんですけども、ストレートは、相変わらず良かったですね。152キロぐらいかな、多分出てたと思うんで。で、良かったんですけど、長谷川選手はね、追い込んでから、ちょっとね、スライダーしかないんですよね、変化球が。やっぱこういう球速いピッチャーってね、やっぱ、フォークで落とすとか、チェンジアップで抜くとかの方が、やっぱ効果的だと思うので、ちょっとスライダー一本だと厳しいかな。まあ、多分投げれるとは思うんですけど、で、投げてたとも思うんですけど、ちょっと精度がね、フォーク、チェンジアップでしっかりストライク取れる感じの、はい、投球をしていくと、本当にもっと抑えれると思うんでね。その変化球どっちかはね、投げれる球覚えてほしいですね。はい。でも本当にストレートのキレは良かったです。はい。で、今日はね、もう打線がね、もうポジれるとこしかないですね。はい。まず山崎選手ね、1打席目にライト前打ちまして、で、あとの2つは、ファーボール。もう3出塁してるんですよ。もう素晴らしい活躍。2番バッターだったんですけどね。もう本当に、もうザ2番。もうこれぞ山崎だっていう素晴らしい活躍をしてました。で、盗塁も2つ決めてましたよね。もう本当にさすが、もうザ・リードオフマンって感じでした。はい。で、4番の村上選手ね、はい、もうやってくれました。またホームランですよ。
相手の石川選手のね、あの高め、もうあれ結構ね、ボール球気味だったではあるんですけど、やっぱ高め強いっすよね。うん、ストレートに張ってたんだと思うんですけども、バチコーンってね。いやー、見事。はい。で、太田健吾選手ね。太田健吾選手調子いいっすね。うん。おとといのオリックス戦も2安打してましたけども、今日も2安打。しかも先制点のソロホームラン打ってるんですよね。いや、太田健吾選手ね、本当にちょっと謝りたいっす。はい、当初ね、多分太田健吾選手は入らないだろうなと思ったんですけど、1軍に。はい、すいませんでした。はい。めちゃくちゃバッティング今調子いいです。はい。だこの、多分波がある選手だと思うんで、このな、好調ね、維持してほしいんですけどね、できればね。うん、今日は本当に大活躍でしたね。2本打ってますね、今日もね。はい、ナイスバッチでした。そして、浜田選手ですよ。いやー、痺れたなー。もうさすが。ソフトバンク6で、ヤクルトが5の時、5点の時に、逆転になる、2ラン、3ラン、3ランでしたかね、確かね、相手の左ピッチャー、ちょっと名前忘れたんですけども、はい、のストレートですよね、出ました。浜田くんはストレート強いんでございます。もう、バチコーンでレフトへね、ホームランですわ。もう、ロマン溢れる、ヤクルトファンの皆さんおめでとうございます。外野がついに埋まりました。外野がついに埋まりました。はい。もう今日見る限りね、本当に、もう青木選手、山崎選手、浜田選手で外野はもういいと思います。本当に。もう浜田選手はもうすごい、そんくらい浜田選手はもうワクワクするんですよ。たとえ三振でも。三振でも、もうロマンがあるんですよ。あのフルスイングを見ちゃうと。いや、マジで浜田選手すごい。本当ナイスバッチ。いや、素晴らしかった。はい。っていう感じですかね、今日はね。でも青木選手も坂口選手もヒット打ってましたし、で、川端選手もね、セカンドライナーではあったんですけど、非常に惜しいバッティングしてましたね。で、内川選手もヒット打ったし。今日はね、本当にもう、よく打ってました。うん。本当に素晴らしい。ナイスバッティング。今日だから見に来たお客さんも、まあ、6点取られてね、逆転された時は、あーってなったと思うんですけど、すごい楽しめた試合になったんじゃないかなって、思いますね。はい。もう、今日のね、僕の中で MVP は、もう、小川選手と、あと、浜田選手ですね。はい。逆転のスリーラン打ったので。で、影の裏 MVP がですね、僕は山崎選手だと思ってますね。うん。やっぱりね、本当に今日は山崎選手らしい、活躍をしました。本当に見事でした。はい。ということでね、明日もソフトバンクとの試合があると思うので、はい。明日もね、打線爆発して、ピッチャーもね、しっかり抑えて頑張っていってほしいですね。はい。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。